キラジャパン PR 大使のニトリスの子です。ほえほえ、皆さん突然ですが2チャンネルはお好きですか？私は物心がついた時からお世話になっておりました。きっかけはですね、きっかけというきっかけは特になくて、物心ついた時から見てます。好きなスレですか？ですね、主にオカルト系のスレッドと、あと南西のまとめはよく見てます。どんなところが好き？これはですね、私と同じ人がたくさんいる気がして安心感がありますね。朝までまとめとかを見ながら過ごしてた思い出がすごくあります。これはもう余裕ですね。はい、というわけで今日はこちらの企画をやっていこうと思います。その名も南西チェッカー、イエーイ。私は果たして南西民の称号を得ることができるのか。それでは早速やっていきましょう。それでは第1問目。私もこれ使うな、自分で。自分のこと一人称、これですね。第2問目。3、これちょっとわかんないな。2問目にしてわかんない。33の4なのかな。どれだろう。でも、何千語だから、これじゃない？2005年、日本シリーズにおける阪神タイガースが千葉ロッテマリーンズに歴史的大敗をした時のこと。これじゃない？パ、これもよく使うから簡単だよね。ファンタがまずかった時に使って、ファンタってまずいことなくない？これですね、驚いた時に使う。元ネタはただのビデオから、これです。おはディ、おはディでもあんま使わないな私は。おはよう D 戦の略、これですよね多分。サンキューガッツ、これはね、わかりますよね。私はあんまり使わないですね、サンキューガッツは。この3月3月よく使うけど、サンキューガッツは使わない。これしかないんですよね。これ、丸々抜き、これは私めっちゃ使いますね。私の場合、ネキで使うから。丸々兄貴の略、これですね。ハラデイ、ハラデイもでもあんま使わないかな。日常であんま使うことなくない？これさ、選択肢がおかしいんだけど、セクハラされた時に使う。でも間違ってないかもね。これですね、画像貼れ、まるまるいったー。これもでもあんま使わないかも。コンテンツサービスの終了時に使われる。そもそも南西語とはそもそも南西語とは、2チャンネル何でも実況 J の住民の会話内容およびそこから発生したネタのこと。これしかないでしょ。イッチ結構使うな。スレ主のことですね、スレ主のこれ。はい、それでは結果発表を見ていきましょう。お、あなたの正解率は 100% でした。やったー、南西民の称号をゲットいたしました。でもなんか簡単すぎなかったですか？選択肢がね、適当すぎるからね、もうこれしかないみたいな、消去法にもなっちゃう。でもそもそも使う言葉が多かったので簡単でしたね。ただ 33の4は分からなかったけど、それこそ選択肢の雑さに助けられましたね。はい、というわけで無事立派な南西民に認定されました。イエーイ。なんか記念に書き込んじゃおっかな、3月。というわけで南西民チェッカーをやってまいりました。皆さんは解けましたでしょうか？これからもいろんなことに挑戦していこうと思いますので、この動画が面白いと思ったクジラ好きのあなたはチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。それではクジラジャパン PR 大使三谷志乃子でした。バイバーイ。